命令に従い出撃。新たな挑戦ね。相手のターゲットは誰か、即戦即決。何か一方が流星のようだ。よくそうやって言われるの。安心して、きっと大丈夫だから。進め。生命を救済シールを慈しむ。システムオールグリーン。問題なしには悪いね。ターゲットが視界から消えちゃうのは嫌よね。今から応戦すれば。私についてきて、永遠の故郷に帰りましょう。すぐに解決いたします。誰かがやらないといけないことがある。だろだ。思考を明晰にするわ。戦術どうぞ。続く。おもちゃで遊ぶのもここまで。肩をつける。戦場に出たくない。死ぬ覚悟を決めろ。前に出たければ叫ぶというの。少しは楽になるから。私は闇より現れる。了解。私を厄災扱いしないで。誰にも死んでほしくない。私を超えてみなさい。合戦しもち。さあ、私を超えてみなさい。みんな、助けに来たよ。さあ、本気で行くよ。私が聞いた慟哭をあなたにも教えてあげる。いい場所ね。皆様方、何をお話しで。障害感情や勝利をもたらすことはありません。障害を全てなぎ払うのが新たな務め。戦場、それは変わらないもの。私を倒す。蹴上がりもいいところね。今すっごく
ず山々となる。ここにいるよ。ドクターはいつだって僕の居場所第一こと思わず。生殺の日遺族運動よ。私の体の中1400度にもなんだよ。前菜代わりにもならないね。しかして人こそ最後の兵器なのです。また強く俺らの英雄がいかにして誕生したかは記憶にとどまったままです。アクトは撃たれるべきだ。俺らの兵器がいかにして誕生したかは記憶にとどまったままです。障害をすべてなぎ払うのが嵐の務め。エンゾの仕事によって戦うことで何を得られるというのでしょうか。連綿たる山々となる。リュウサの感触を。中とは中、死の矛を持って死の盾を通さばいかん。そしたら全部ドカンだ。投降を拒む者には容赦できん。